皆さんこんにちは、WT のトルです。はい、ということで今日はですね、川川のバーチャルドラゴンツアーの方に来ています。はい、ということでね、前回可変ロフトで自分の合いそうな場所をちょっと探しながら調整してみたんですけど、今回ね、そのね、このシムの八路とこのアッタスが出てこない、こうピンクアッタスくんで、ちょっと今日はね、試合に出てみたいと思います。はい、でこれはね、前回の静岡大会でも出たように一応ね、45インチなかったんですよね。で、その45インチないやつだけど、飛ばしの切り札ということで、これでこいつをちょっとどうしてもどんだけ飛ばせるかという見解をね、ちょっと自分の中でちょっと突破したいなっていうのがあったんで、ちょっと今日はね、初のバーチャルで使うんですけど、どんだけちょっと距離が出るかわかんないですけど、ちょっと今日はね、ちょっと試していこうかなっていうふうに思います。はい、ということで行ってきます。大丈夫です。
さあ、じゃあね、ゴー。はい、ということでバーチャルドラゴンが終わって、ちょっとね用事があってすぐ帰ってきちゃったんで、ちょっとその場でちょっとエンディング撮れなかったんですけど、まあ一応ね334ということで、まあ45インチないあのアッタスくん、まあ飛ばしの切り札を最大限活用できたんじゃないかなってちょっと思いました。はい、まあ、334はね一番最初に出たのが332からたんで、それをねちょっとね2ヤードですけど、まあ、更新できたということで、まあね飛距離に関してはとりあえずと飛ばせたのがちょっと嬉しいなって思いましたね。まあちょっと2試合とも実際ちょっと負けてしまったんですけど、まあでそれ以上にこうちょっと価値のあるものが、うん、ちょっとまあ、ちょっとポジティブに考えて、まあそういう風にちょっとね思ってます。負けたのはちょっと悔しいんですけど。まだね、試合はあるんで、クラブを、ちょっともっと活かせるように、まあ、練習していきながらね、まあ、スイング見てみればわかるんですけど、最近 SNS にアップしてるような、なんかこうね、意識してることがね、もう全然できてないんで、まあ、もっともっと修正できるポイントもあるし、最初の試合のとか、まあ、2試合目もそうかもしれないですけど、チョロみたいなね、めっちゃトップみたいな、なんかちょっと出ちゃってるんで、やっぱりね、今回 T クローだったんで、10センチのやつをそのまま刺そうと思ったんですけど、ちょっと高くなりすぎちゃうかなと思って、ちょっとね、その下8センチのがなくて、もうちょっと低いの刺したら、うん、ちょっと届かなかったんですかね、やっぱり。そう、届かないでもうトップみたいな、チョロみたいなやつをちょっと打ってしまったんで、次はもう逆に10センチのやつを刺して超ハイティーにして、ちょっとやってみようかななんてちょっと考えてはいるところです。はい。なので、ね、まだあいつの限界はこれなもんじゃないと思うんで、もっと自分の力を引き出してやっていこうと思います。はい。ということで、今日の動画は終わりたいと思います。またの動画でお会いしましょう。バイバイ。